さっちゃんです。こんにちは。よろしくお願いします。ということで。で、最近ね、やっぱり純文学とかね、まあ本とかのことをよく考えるんですね。まあこういう動画上げてるからね。で、一昔前はね、ビブリオバトルブームってあったでしょ？ビブリオバトルブーム。書評合戦ね。あれもね、ブーム過ぎたと思うんですよね。で、その後に読書芸人ブームね。ね、又吉さんを中心にね、いろんな読書芸人が本を紹介するで、ね、結構又吉さんも帯にね、いっぱい書いてて、で、それでめちゃくちゃ本売れたっていうイメージがあったと思うんですけど、今ね、ブームないと思うんですね。で、本のブーム。なんか、一つのイベントみたいなのがないんじゃないかなって思うんですよ。で、それに僕は一石を投じたいと思ってるけどね。まあ、どうなのかしら。まあ、とりあえず動画はね、毎日ね、ちびちびと上げていこうかなとは思ってるんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、ね、頑張りたいと思います。ということで、早速ですけどね。今日ね、紹介するのはこちらね。ピカルリーの三度ですね。これ、鹿島田真紀さんの、本で、ピカルリーの三度。講談社の本ですね。で、これは、ピカルリーの三度は、野間文芸新人賞を取ってるんですね。で、鹿島田真紀さんね、野間文芸新人賞をやっているんですけど、これ文庫化されてないんですよね。結構ね、野間文芸新人賞とか、まあ、芥川賞とかね、例えば三島賞とか、ね、そのあたりの本は、受賞したら結構文庫化なって手に取りやすいとかね、最近ね、結構あるんですけどね、このピカルディのサンドはね、文庫化ないんですよ。で、これ多分ね、内容もちょっとあんのかなと思うんだけど、いやでもね、この内容ね、びっくりすると思うよ。うん、びっくりすると思う。え、こんな小説ってすごい小説だよ。本当に隠れた名作っていう感じ。鹿島田真紀さんは、メイド巡りで芥川賞取ってますよね。で、元々文芸賞出身です。文芸賞っていう新人賞ね。公募の新人賞でデビューして、で、野間文芸新人賞も取ってるし、三島賞も取ってるんですね。芥川賞も取ってるので、いわゆる三冠なんですね。純文学新人賞三賞。を、もう取った三冠王の一人なんです。三冠王はね、五人しかいませんからね。ほんとすごい人なんですよ、鹿島田真紀さん。結構ね、単行本出てるんだけど、文庫になかなかね、ならないイメージもあるんですよね。で、鹿島田真紀さんはクリスチャンみたいで、結構ね、クリスチャンらしい面白いテーマの本を結構書いてるんですよ。これはね、短編集でいくつかからなってんですよ。で、この美しい人っていうのと、ピカルリーのサンドと、俗悪なホテルっていうのと、万華鏡スケッチ、で、女小説家の5つが入ってます。で、基本的にはこうページ数見てもらったらわかるけど、やっぱピカルリーのサンドは長いでしょ？ 100 ページぐらい。他はね、そんな20ページぐらいじゃないですか。で、今日紹介するのは、まあこれですね、ピカルリーのサンドのピカルリーのサンドを紹介しようと思うんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、あらすじをね、言いますと、主人公のはね、男の子がいて、それは音楽大学に入りたいんですね、音大にね。で、音大に入りたいんだけど、試験があるわけですよ、音大の。で、その音大の試験に和声っていうのがあるらしいの。僕、詳しくないけど。で、ピアノらしいんだよね、ピアノ。で、僕もピアノ詳しくないけど、ピアノのね、試験があるって言って、で、全然ね、その男の子わかんないからって言って、ピアノの先生がいるみたいなんですね。で、ピアノの先生のとこに通って勉強を教えてもらおうと思うんですよ。で、ね、お金払ってちょっと先生ピアノ教えておくれって言って。で、分かったよっていう感じで、その先生が行くと。で、先生は男の先生で、その先生はね、ちょっと変わり者みたいでね、変な先生なんですよ。で、ね、早速変な話になっちゃうんだけど、ほんと変な話だよ。ちょっと話飛ぶけど、結局これは恋愛小説なんですよ。主人公の男の子ね、音大を目指している男の子と、先生、過去男ですよ。の男と男の恋愛小説なんですよ。で、そういうのはね、結構あるじゃないかと。マイノリティね、セクシャルマイノリティのね、本なんかたくさんあるじゃないかと。で、最近だったら、おっさんずラブとかさ、NHK でね、なんか、不女子がゲイに、が好きみたいなやつとか、昨日何食べたとか、テレビドラマでもね、結構、今、ゲイのね、まあ、PL の流れから多分来ていると思うんですけど、ゲイの話って流行ってるじゃないですか。これは一つのゲイの恋愛の話なんですよ。BL と読んでもいいかもしれない。ね。
なんだけど、これはね、最初、男の子が先生の家に行った時にピアノを教えてもらうと。その時に、ちょっと先生って言って、トイレ行っていいですかと。主人公の男の子が、トイレ行っていいですかって。そしたら先生が、ね、大きい方、小さい方って聞くわけ。で、それで男の子が大きい方なんですって。そしたら先生が青い洗面器みたいの持ってきて、ここでしろって言うのよ。トイレに行くなと。ね、目の前でしろっていうの、大きい方を。で、大きい方しろって言って、もう男の子はね、もうなんかね、怖くなっちゃって、泣いちゃったりするの。で、その可愛らしいでしょ。可愛らしいって言ったら、僕別に、ね、同性愛じゃないけれども、なんかね、なんか可愛らしいじゃないですか。で、それでね、なんかしろって言われて。で、先生も、いや、君のなんか涙が見れたのは面白かったから、トイレ行ってきなよ、みたいな。面白かったから、もっと。ね、ここでクソをしなくてもいいよとか言うの。その会話終わって友達にちょっと相談するんですよ。でもなんかね、主人公の中で先生がね、好きな気持ちが生まれるんですよ。ちょっと変わった人だなと思う。ちょっとっていうか相当変わってたよね。でね、その人になんか、あ、でもちょっと俺恋愛感情あるかもとかって意識し始めるの、先生のこと。でも先生に結構アタックするんですよ。でも先生は結構ね、のれんに腕押しみたいに、ふーん、みたいな、とか言うの。で、男の子が、じゃあ俺は先生の前で何回もクソをするからね。クソをするから好きになってよ、みたいなこと言う。でも先生は言葉でだったらいくらでも言えると。で、僕は言葉なんか信用しないんだよと。クソを信用するんだよっていうわけ。ちょっとね、そういうタイプの小説なんですよ。でもね、いわゆる、で、そういうタイプの小説っていくつかあってさ、そのいわゆる古いことで言ったらさ、マルキド・サドとかさ、そのあたりになってくるでしょ。マルキド・サドとか、例えば羽田圭介先生のメタモルフォシスなんか、ちょっとそのシーンあるんですよね。そういった感じの。で、例えば古くで言えば、日野足平さんの、日野足平っていう人の、糞尿譚っていうさ、小説があって、それ芥川賞取ってるやつがあって、糞尿譚ね、もろ糞尿譚っていうのがあるんですけど、で、例えばね、昔あったフロイト先生がさ、僕もちょっと心理学かじってた時代あるので、フロイト先生が肛門期とかってね、そのあたりのことをね、結構心理状態分析したりとかしてたりとか、だからある種の恋愛小説なんだけど、フェティシズムが入ってくると。で、特にこの小説はかなりのフェティシズムと、異常なフェティシズムぐらい入ってる。まあ、フェティシズム小説の流れに入っても入れてもいいと思う。大きく見ると、谷崎潤一郎とか、僕昔竹本野原先生好きで、うん、そういうタイプが、家畜人ヤプーとかさ、家畜人ヤプーとか、そのあたりの流れを組んだ、ちょっとスカトロジーが入ってる小説なんですね。でそこ、それが野間文芸新人賞ですよ。いわゆる認められたってことなんですよ。しかしそういう流れはね、文学上あるのでね、例えばこの小説だったら、主人公と先生がちょっと関係良くなってきて、ピアノちゃんと教えてもらいながらね、俺ちょっとクソするわとかってクソしたりするんですよ。で、それで先生がね、男の子の体に触ってこようとするわけ。先生もね、ちょっとふざけてっていうか、先生はね、好きなのかどうかわかんないの、主人公のことが。主人公の一人称で語られているわけ。主人公は先生のことめちゃくちゃ俺好きなんだよ先生とか言うわけ。でも先生のことはね、結構ね、あしらってたりとか、結構ふーんみたいなクールタイプの人なんですよ。ちょっとね、その辺ね、クーデレみたいなとこあるんですよ。ツンデレみたいな、クーデレみたいな先生なんですよ。男だけどね。で、それで先生が触ってきたりする。そしたら男の子が、先生のことを好きなのに、触らないで先生と。ね。で、肉体関係とかになると、俗っぽくなるわけ。ね。聖なる儀式を今までしてきたのに、急に俗な恋愛にしたくないと。ね。男の子は言ったりするんですよ。だからね、一つはやっぱ聖なる恋愛みたいな、ね、俗なる恋愛みたいなさ、そういうことをやってんだと思うんですよね。確か目の前でね、そういうことをするってね、普段しないでしょ。誰もしないと思うよ。赤ちゃんぐらいしかしないよ。でもそれでも特別な関係と、ね、アバタもエクボっていうぐらい、あなたのことが本当に好きだと、あなたの排泄物さえ私は愛せるんだ、みたいな、
恋愛にしていくわけですよ、この二人は。だからそこがね、異常なんだけど、アブノーマルでしょ。アブノーマルな世界なんだけど、ここがね、非常に愛おしいと思うわ。だからこういうのってね、共感できませんとか言う人いるけどね、そんなレベルじゃないところでやってんですよね。普通の人が共感できないことをやったりするんですよ、純文学は。でそこがとても面白い、物語として。で、それは人類の罪と罰みたいなさ、常にそれは昔からずっとあった話で、それをまとめたのがフロイト先生だったりするじゃないですか。ね、精神分析とかにしていくわけじゃないですか。でそこを書いてると。で、現代純文学でそこをやったかと思った、僕は。で、それが認められたという感じですね。ね、文庫化されてもいいはずなんですよ。講談社文庫から出したらいいのになと思うんだけど。ね、もうみんなで買って、もう文庫化させようっていう文庫化運動ね。文庫化キャンペーンね、ほんとしてほしいと思いますね。はい。まあそんな感じで。だから結構ね、恋愛なんだけど、最も汚いものが最も綺麗なもの、みたいなね。そういう恋愛ってね、あってもいいし、やってる人いるだろうしね。そういう人は、そういう恋愛をね。いや、ほんと面白いですよ。やったと思った。この小説見つけて、やったと思いました。はい。まあそんな感じですね。はい。ということで。ということで、ありがとうございました。まあ今日は終わりということでね。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくねー。